福島県行方郡の範囲行方郡は、8世紀から1896年まで、現在の福島県東部にあった郡である。道の区国、福島県に属した。1879年に行政区画として発足した、当時の郡域は、南相馬市、相馬郡飯舘村にあたる。仙台旧児本義中の国造本義には、浮田国造と染は国造が見え、 それぞれ後の歌軍とシネハ軍に当たると考えられるが、地理的に、歌軍とシネハ軍に挟まれている行方軍に対応する国の宮津湖は記されていない。行方軍は国造が治めた二つの国から一部を割いて新設されたと推定される。設置された時期が7世紀なら、はじめ行方表として設けられ、大砲元年に軍と改められたことになる。 資料上の所見は、養老二年で、遅くともこの時までは成立していた。行方軍と同盟の行方軍が、日立国にあり、後日の和名類受賞中の高号は、日立国の高軍と同じ名である。在地の国の宮やつ子ではなく、日立国から来た移民を中心にして軍が建てられたので、あろう。古代の軍がの場所は、新田川の川口付近。 現在の南相馬市原町区線にある泉館外石と推定されている。位置は不明だが、行方団という軍団も置かれていた。平安時代の和名類受賞による読みは、なめ方で、吉明、名、大江、高、小鶴、新、真野の六郷があった。島豪と書かれた8世紀の木館が泉館外石から出土しており、奈良時代にはもう一つの里があったらしい。 21、鹿島村 22, 原町村 23, 小高村 24, 上井間野村 25, 初沢村 26, 間野村 27, 高平村 28, 石上村 29, 大田村30、大亀村 31, 金、草村 32, 福浦村 33, 新館村 34, 大須村 35, 半曽村 36, 石橋村。ありがとうございます。